2R の方がまだ価値がある。運ゲー要素がかなり減る。一気に型をつける。じゃあこの宴会の歌に耳を傾けて。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。どこに向かえばいい。こっち向け。戦場に出たから死ぬ覚悟決めろ。行くよ。どうせすることって3年前になってくれないけど、いいじゃ立ち上げないみたいな栄光を見て。言われなくても分かってる。治療開始。戦場に出たから死ぬ覚悟決めろ。誰が足りないな。やっぱ一人初めのやつだけ、初めのやつは耐えきれたような気がするな。序盤は多分コスト稼ぎでは必要な、中盤からいらなくなる。序盤だけしのげばなんかいけそうなんだよな。90くらいにすれば倒せんのかもしんないけど、今日は無理なんで。90にするのは無理なんで。ああ、誰でもいろんなメンバー、ヘルシーがいれば一番丸く収まった話なんだけど。何を感じるのかしら。ちょっとからかってあげよう。一気に型をつける。安心して、きっと大丈夫だから。死ぬ覚悟決めろ。ええ、ここに。ウォーミングアップはここまでだ。悪くない場所だ。言われなくても分かった。レーバティン。アップルパイ。言われなくても分かってる。ビクトリアのバグパイプ、波状棒とともに参る。空気の陸地、乾きすぎね。邪悪を壊滅しうる勇猛さ。どけ。ここまで耐え切ったから、多分効果を受けないようにしたら、連続で耐え切った。
これなんか一応バフもあるよね。何かけてやろう。私が振りまく血で大盛り上がり間違いなし。救急キットだ。使え。始めましょう。または私がお守りします。私の出番？アップルパイ。了解いたしました。スケルジいたします。間に合わねえ。あ、いいや、せっかくだからこれ使うか。悪くない場所だ。私に指図するな。一匹も逃げられると思うな。戻ってきてくれ、待ったり。よし、やった。油断しない男。高音機体力学はめちゃムズなんだから。あ、ないけどね。ついてきて。あ、少しは気づいてると思うけど、撃ってんのかな。よし、見つけ出した答え。ああ、長かった。最適格を見つけた。ER を使うんだよ、俺。限定ミア、どっちかっていうと。うん。精神より。戦場はそしたら運ゲー要素減るんだよ。生むだけの場所だ。こいつらにも、それを理解してもらいたいものだ。ということで、気持ちよく相手いられてない。雷鳴の挑戦やろうと思ったけど、あとに余裕があるといけないや。
しれないです。